唐桑半島の西岸から見た気仙沼大島、九ぐな浜気仙沼大島大橋大島は、日本の東北地方の三陸海岸に位置する、面積8.50平方キロメートルの島。行政上は、宮城県気仙沼市に属する、有人島。通常、大島と呼ばれるが、全国各地にある他の、大島と区別する場合、気仙沼大島と呼ばれる。 2012年時点で、約1000世帯約3000人が暮らし、面積、人口ともに、宮城県及び、東北地方最大の島である。気仙沼市街地の対岸正面に位置する。三陸海岸に、特徴的なリアス式海岸の一つ、気仙沼湾の入り口にある。本土とは、大島瀬戸によって隔てられ、最も狭い場所で230メートルしか離れていない。 気仙沼湾の入り口に大島があることで湾内は常に穏やかであり気仙沼漁港は天然の良港となっているため気仙沼の防波堤とも呼ばれているただし2011年3月中旬に起きた東日本大震災の際は津波の規模が大きく島自体と気仙沼市街も甚大な被害を受けた大震災の時 津波で船舶が流されて大島は孤立したが、その時には、アメリカ海軍航空隊による空輸と揚陸艦、エセックスから揚陸艇で上陸した、アメリカ海兵隊第31海兵隊、遠征隊による支援活動があった。島の最高点は、島の北部、本土対岸にある亀山である。亀山の頂上には希少な緑の桜が自生し、 泣き砂海岸であるクグナリ浜など、自然が豊かな島である。作家の水上富士によって、大島よ、永遠に、緑の真珠であれと称えられた。島の周囲には、大前三島、小前、三島、黒崎島といった、無人島や岩礁がいくつかある。2011年3月11日の東日本大震災では、島が一時孤立した。 東日本大震災における友達作戦で、大島に着陸したアメリカ海軍航空隊員から、救援物資を受け取る、子供たち東日本大震災で設置された、仮設車はアルーム津波によって破壊された、気仙沼市営亀山リフトの乗り場冠水し、瓦礫が散乱した通り、東北地方太平洋沖地震により、道路に沿って走った亀裂島内に、 宮城県道208号大島線が通っている。東日本大震災で島が一時孤立した経験から、気仙沼市鹿織と大島の間の大島瀬戸で、気仙沼大島大橋の架橋工事が進められ、アクセス路となる対岸の宮城県道218号、大島老板線各服と合わせて、2019年4月7日に、開通した。県道大島老板線自体も、 震災で壊滅的被害を受け、遅れが懸念されていたが、アプローチ道路を大震災の津波の高さよりも高いものにして整備し直すこととなり、2012年1月27日に事業着手式が行われている。架橋はあらかじめ組み上げた橋梁本体をクレーン船で運んでかける方式が選択され、フェリー運行の合間を縫って行う難しい工事になったが、 日本最大級の巨大クレーン船、富士によって、無事観光された。NHK の人気ドキュメンタリー番組、プロフェッショナル仕事の流儀では、ファイル、322巨大クレーン船から男たちは、希望をかけると銘打って、工事に携わった技術者たちにフォーカスを当てた内容が、開通の月に、全国放送された。なお、クレーン船、 富士は大震災の時にも気仙沼港に駆けつけて、復旧作業に従事した。以下の交通機関の内容については、東日本大震災以前の情報も含まれるため、現在の状況とは異なる場合があることに注意。定期船大島汽船により、気仙沼観光船三橋裏の浜、港間に旅客船とフェリーが運行されていたが、 気仙沼大島大橋の開通に伴い、2019年4月7日をもって運行を終了、廃止された。臨時線1970年以降、一二人乗り、ひまわりが大島気船が運行しない夜間の休館などを運んできた。東日本大震災では、船を外海に移動させることで津波により、 陸地に叩きつけられることを防ぐ、置き出しで損壊を免れ、震災2日後から約8ヶ月間、島民らを無償で運んだ。佳橋後は廃止される予定だが、船体の保存が検討されている、路線バス都バスにより、路線バスが運行されている。タクシー等の多くの区域が、三陸復興国立公園に指定されている。ありがとうございます。